ちっちゃい子からにしては結構な金額取ったけど大丈夫？まあ、120円やけどさ。翌日。朝はここから始まるんかな。いい天気。さーて、今日は何があるのかしら。まあ、でも一日の始まりに太陽の光を浴びるというのはいいことだね。あら、チャイム？福井博士ならしれっと入ってくるわね。あ、やっぱり思っとったんや、それは。ゲームやけんそういう仕様かと思いよったけど。誰誰？ほんとや、入ってこん。ん？あら。てか朝の始まりって思いっきり夜だわ。福井博士に。おう、リーリエ。期待の新人トレーナーを研究所に連れてきてよ。と頼まれたものですから、私案内いたしますね。あ、今のモノマネっすか。博士が来たんかと思った。ついてきてくれますか？あゆな。なになに？はい、お小遣い。大事に使ってね。おー、ありがとう。ニャースもお見送りに出てきてくれとる。わ、あらあらあゆな、かわいいお友達。アローラっていいわね、素敵な出会いばかり。え、あ、はじめまして。私、リーリエと申します。なんやろ、人見知りなんかな。いよいよね。ヤングースと一緒にエンジョイするのよ。いってらっしゃい。おお。元気だね、ニャース。やっぱり一番前によるポケモンの名前を言うんやね。優しそうなお母様ですね。では改めて研究所に参りましょう。とりあえず、ポケモンのレベルとかは、あ、この並びでいい感じやね。研究所、結構時間経ったけど初めて行くな。どっちの方向やろ。おーい。ん？こっち？え、なに？ブモー。おーい、ケンタロス、暴れるなって危ないよ。そんな奴を放し飼いにしないでくれ。こっちね。博士の研究所はクソマラの先にあります。何でもポケモンに囲まれて技の調査もはかどるそうです。なるほど。トレーナーではない私は虫除けスプレーが欠かせません。あの虫除けスプレーを使うとポケモンが出てこないんですよ。あ、トレーナーじゃないんよね。星雲ちゃん。コスモークは遠いところからやってきた珍しいポケモンなんです。コスモークって言うんや。ピュー。星雲っていうポケモンじゃないんやね。不思議な力を秘めていて、私、危ないところを助けてもらったこともあります。それゆえ、必要としている人もいて。ですから、博士や原さん、信頼できる人にだけ、コスモークのことを教えています。この子の存在、吊り柱の力のことは、二人の秘密ということで、改めてよろしくお願いします。了解了解。てかさ、やっぱり、体験版だけじゃなく、本編でもマップないんやね。また来てよ、小さなトレーナーさん。行くぜ、膝小僧。膝小僧？それポケモンの名前じゃないよね。短パン小僧のカズキが勝負を仕掛けてきた。さあ、何のポケモンだい？アゴジムシ。え、何それ？なんかわからんけど、虫タイプ？ってことは、ってことは、まだなんかポケモンの名前がちょっといまいち覚えれてないんやけど、ツツケラ。よし、じゃあ行くぞ。いっけい、ツツケラ。さあ、ツツケラ、ツツくんだ。おお。どういう状態の虫なんやろ、あれ。ツツケラのツツく攻撃。なんかこの辺さ、ちっちゃなちっちゃな可愛らしいトレーナーさんばっかりなんやけど。あ、それミニスカートのユイ？あの子は違ったけど。ちっちゃい子が多いのね。何の虫なんやろうね、アゴジムシって。さあ行け。おっしゃー。効果は抜群だ。やったね。お手入れはとりあえずあれかな。状態異常になった時にしよっか。ヤングースは新しく。何？なんか覚えたよ。がっくり、膝をつきかける。おー、
ちっちゃい子からにしては結構な金額取ったけど大丈夫？まあ120円やけどさ。もっとポケモン捕まえよ。かっこいい膝のポケモンがいいな。かっこいい膝？でもアゴジムシって多分特徴アゴじゃないの、違うの？アユナは眠気覚ましを見つけた。よーし。ってことはこの辺にはまた新しいポケモンが出てくるってことかな。あ、コラッタ来たよ来たよ。アローラ地方のコラッタ来たよ。これはぜひ欲しい。絶対欲しい。超可愛いもん。ね。なんか良くない？ちょっとコラッタ進化して、二足歩行ができるようになりましたっていう感じ。ああ、結構。レベル1やもんね。うわ、すげえな。超高速やない。あと一発で多分、モンスターボールが使えそう。お、その気合が発揮される前にちょっと、捕まえよ。よし。これね、Y ボタンを押したらそのままね、モンスターボールが使えるっていうことを、知った。さあ、来い、こらった。来いよ、来いよ。どう？おっしゃ、気合十分のコラッタゲット。気合入れたままのコラッタゲット。よーし。コラッタのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おー。ラッタも違うんかな？一応進化系はラッタしかないみたいやけど。ネズミポケモン、アローラの姿やって。日が暮れると活動。群れのボスであるラッタのため、いい餌を求めて街中を駆け巡る。へぇー。駆け回るやった。やったね。コラッタゲットしたよ。んで何？どこ研究所？あら。あら。アローラ、私のキュートなポケモンご覧あれ。可愛さ重視ですか？お、ミニスカートのミホが勝負を仕掛けてきた。キャモメ、あ、こんなところで出てくるんやね。懐かしい。ということは、電気タイプのポケモンがおらんねよね。あ、電気タイプのポケモン欲しいな。ね。とりあえず何で行けばいいかな。わからんね。ツツケラで行こう。同じ鳥タイプやけど。いっけい、ツツケラ。なんかみんななんか相手のそういう能力を下げるの好きやね。私は結構ガン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 戦い系の方やけど。ああ、でもどんどん攻撃が下げられるのはきついよ。よし。うわー、あー、ツツケラが。このプラスって特に何もないな。特に何もないな。一応レディバ出してみようっと。スケラ戻れい。頑張れレディバ。レディバ可愛いよね。お、早速攻撃力を下げてくるよ。よし。体当たりしかない。体当たりしかない。あ、でも超音波混乱するけん自分で攻撃したりとかするんか。あ、急所に当たってそれぐらい？弱いね。おし、超音波。今一瞬、主人公がドアップになったのに特に何もなかった。え？効かないの？マジか。じゃあもう体当たり一本で行ってやるよ。体当たり。あと一発かな。キャモメってあれやね。なんか体短いね。羽が超長いけど。おっしゃー。横から見たら超短いよ。おいし、ミニスカートのミホとの勝負に勝った。ん？もしかしてあなたって強い人？
多分強い人。いや、普通だと思うけど。多分、あなたたちよりもポケモンを多く持ってるだけ。ポケモントレーナーがいたら好きなポケモンを見せつけるよね。見せつけるの？お得な掲示板。ポケモン勝負の時、真っ先に飛び出すのはポケモンリストの左上にいるポケモンです。知ってます。この辺なんかモンスターボール落ちてそうじゃない？あ、これ研究所。なんかボロいよ。屋根とか継ぎはぎだらけなんだけど、あ、何が起きてるの？いいぞ、言わんこ。もっとだ。もっと思いっきり来るんだ。なんかスパルタ？僕の体は弱し、ん？僕の体は弱じゃないぜ。あ、あれか。技を受けてるわけね。ふぅ、またですね。ポケモン研究所、趣がありますよね。3ヶ月前からここでお世話になっているのです。助手としては未熟ですが、何かお返ししたいのです。ポケモントレーナーでしたら、博士のお役に立てるのに。わおーん。なんか向こうの方にも建物が見えるね。あれまた別の町かな。くっくい博士。研究所の中でも噂の研究をなさるのです。また屋根が壊れます。外でやればいいのにね。洗ってきれいにした白衣もボロボロになるし。私お裁縫とかうまくなくて、結局白衣を買うのです。お金が。とにかく入るとしましょう。技が飛んできたりせん、大丈夫？どうもクックイ博士。お、なんかポケモンが、あ、思ったより広いんですけど、中。何はっはっはっは、みたいな。お、ラブカスとかおりやん、3人ごと。弱いな、リリエもありがとう。いえいえ、助手ですから。何よりお世話になっていますし。言わんこの技が切れててね、研究もはかどったよ。ところで、アイラのポケモン図鑑、ちょっと借りるぜ。なになに？やあ、居心地はどうだい？って、悪くないよね。それよりも待たせたね。ようやく荷物が届いたんだよ。なに、何の話？なんだい、リリエ。僕は独り言は言わないぜ。図鑑の中にはロトムというポケモンがいるんだ。え？何それ？本当に？いや、ロトム？ロトムさんはですね、電気のような体で機械に入り込むことができる能力を持つポケモンさんです。そう、ロトムの不思議な力を最大限に生かすため、開発された専用のボディにロトムが入ることで完成する、新時代のポケモン図鑑。ポケモンと人の新しいコミュニケーションの形。ロトム図鑑は世間的にまだ数が少ないレアものだぜ。へぇー、すげぇ。さらに、届いたパーツで図鑑をパワーアップすれば。ほうほう、なんかすげぇカシャカシャ言えるけど。決定ー。何決定、誰？ロトムか。鳴き声、決定ーな。ああ、すまないロトム。驚かせてしまったね。決定？ロトム、君の好きな図鑑をパワーアップしたよ。アイナの手助けよろしく頼むぜ。けて。その子は戦ってはくれないの？なになに？おお、飛び出したよ。なんか自主的に動き出したよ、図鑑が。うわ。けて、これからよろとしく言いにくいよ。ほら、アイナ、ロトムが話せるようになったらよ。どうやらロトムの様子を見るに、君はロトムに疲れたね。サポートとは？ああ、アイナはアローラに来たばかりだからね。ナビとしてロトム図鑑を渡すよ。おお、ロトム、よろしくね。おう、ロトムを見れば目的地がわかるし、ロトムにタッチをすればタウンマップも見られるよ。あ、これでやっとマップが。ありがたやー。ちょっとまばたきがすごい気になるんだけど。アローラー、潮風に誘われ遊びに来たよ。わー、なになに、ポケモン？ね、あのポケモンは何？あのブルーはわかるんやけど、これロフト？あ、ポケモンの方じゃないんやね。秘密です。ポケモンや人が困っていたら助けるよな、あゆな、ハウ。というわけでロフトはリーレイに貸しているんだよ。じゃあ、あゆな、ロトム図鑑を頼んだぜ。ロトムもアイナをよろしく。それがロトム図鑑なんだ。なんだか可愛いな。では、島巡りについての大事な話をしよう。ハウにはあげんのや、ロトム図鑑。島巡りとは、
アローラ最強のトレーナー、島巡りチャンピオンを目指す少年少女とポケモンの冒険なんだ。ふんふん。アローラには4つの島があり、それぞれに島キングがいるのです。彼らに認められるため7つの試練をこなすそうです。アユナ、君とヤングースには島巡りに挑んでほしい。初めてのポケモン勝負でも技を使いこなしたように、ポケモンの良さを引き出すトレーナーの才能があるからね。はい。うん、ポケモンの技を調べる僕にとっても、君が島巡りでいろんなポケモンに出会うのは願ったり叶ったりなんだ。なんかさっきからさ、その辺をうろちょろしよるポケモンたちが可愛いんだけど。よし、参加証明となる島巡りの証を渡そう。島巡りの証。おお、いいね、いいストラップだね。俺もじいちゃんからもらったよ、ほらほら。さて、あゆな、ハウ、次行こうぜ、次。次？なんか元気だな、みんな。トレーナーズスクール。ポケモン勝負を通じてポケモントレーナーの基礎を学び、知識を身につけるんだよ。島巡りチャンピオンの一日も一歩からだぜ。え、なに、学校に通うの？ハウはどうする？俺、ポケモンと遊ぶじゃなくて鍛える。島巡り、アローラの人々はこれで世界に触れていくのですね。あの3匹仲いいな。リーリエ、アユナをよろしく。アユナがロトムになれるまで君が案内してあげてよ。ハウどっか走って行ったんだけど。何か聞きたいことあったらマップの真ん中をタッチろと。了解です。とりあえずタッチしてみる。何か聞きたいことタッチしたんだけどな。ほら、タッチしたのになんか壊れてるよ。あれ、次の目的地ってこと？くーん、この子がわからないよく。アライグマ。水槽の中にはランデブーポケモンラブカスとサンゴポケモンサニーゴがいる。ランデブーポケモン。プルー。イワンコに話しかけたつもりだったんだけど。イワンコがどうしても話してくれない。ワガン。ワガン。あ、すげえ、上ちゃんと部屋みたいになっとんやね。まあ、勝手に上がってはいけないだろうけど。あ、すげえ、餌入れとかあるよ。あれ、みんなもう旅立ったの？ポケモンはね、大事な研究のパートナーであり、何より共に暮らす大切な家族だからね。ふんふん。地下がある、地下が。勝手に人んちを走り回るやつ。おぉ。ニョロボン、ぬわ、驚いたの？何これ？トレーニング？あ、すげえ。こういう場所にさ、誰でも気軽に入れるようにしてちゃダメだよ、博士。私、超歩き回ってるよ。中に電化製品の入った段ボールがたくさん置かれている。いいね、ラブカスかわいいね。ポケモンの技分類。物理技、特殊技、そして変化技に分類できる。物理技、相手を攻撃する技。ダメージを与える側の攻撃と受ける側の防御に関係。特殊技、相手を攻撃する技。ダメージを与える側の特攻と受ける側の特防に関係。変化技、相手を攻撃する以外の技。効果は様々である。あ、鳴き声とかそういう感じ？なるほどね。あ、一匹になってんだけど。こっちには何もないのか。え、上がれるんですけど。あ、人の部屋に勝手に闇から通るよ。くっくっかー。超かわいい部屋。ごめんね、リリア。勝手に上がったよ、私。でもいいね、ああいうプライベートスペース。ね、ブルーが餌待ってるよ。こっちはもうなんか台所で食べてんじゃないの？なんか下に落ちたカスとか食べてんじゃないの？大丈夫？ほい、それじゃあ旅立とうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。